こんにちは、ライムです。ということで今回は、夏イベント「花火が奏でるノクターン夏の夜の夢」の EX ドッカンダーさんのアタッカー配布武器のみオートで攻略解説。はい、ということでね、皆さん元気ですか？私は依然、コロナと戦っている最中ですが、熱はもうないんですけどね、あとはって感じですけど、はい。で、EX ドッカンダー3のお話なんですけど、こちら、ギミックとしてはそんなに、特殊なものはないけど、一応対策してほしいのが、ありまして、それが単体に対する暗闇攻撃がありますので、対策としては魔法攻撃を使うか、あるいはブラインエスナを持っていくかっていうことになります。味方全体食らうわけではないので、ブラインエスナも必須かって言われると別に想定はないんですけど、一応物理で攻撃するアタッカーの、方もいるかなと思うんですが、そういった方はブラインエスナを持っていくと、立ち回りがしやすい。で、あと注意点はストリームフェーズがね、一回あるんですけど、ストリームフェーズ中にも暗闇攻撃やってくるんで、ルインダブローはダメだね、基本。どっちにしてもルイン系でダメージを与えるっていうものではないので、全員ね、メイン武器が物理だろうが魔法だろうが、全員ルインダ装備してください、三角のやつ。そうしないと、ストリームフェーズの破壊間に合わないので、仮に間に合わなかったとしても、別に、大丈夫なんですけどね、普通のただの全体攻撃してくるだけなので全然耐えられはするんですけど、インタラプト中にね、立て直しであったりとか、火力を稼ぐこともできるので、全員ルインナは持たせるようにしてください。で、あと注意点は、今回アタッカー全て配布武器っていう、結構一番火力が低い状態で戦うっていう縛りでやっているので、どうしてもね、火力がギリギリ、超ギリギリです。最後の即死攻撃というか全滅技までのもうカウントダウンが始まってる時に倒すみたいな感じになるので、この動画はもう本当に火力的にはこれでギリギリだと思ってください。これ以下だともう勝てませんので、これ以上、火力を出せるようなパーティー編成が必要になってきます。今回はね、ガチャ武器とかはアタッカーは全く使いませんけど、持ってる方は、切り羽とかさすがに持ってるよね。そういったものがあれば、非常に火力出しやすいかなと思いますので、そういったもの等で、火力を出してあげてください。で、あとその他としては、魔法攻撃しかやってこないので、魔法アップしときましょう。ステータスの時点で150以上、で、HP9000 以上あれば、度安定かなと。いうところで、あとは魔法ダウンとか効きませんので、もう普通に素のステータスで耐えるしかないということかな。はい。で、あとは魔法ダウンと、それから霊属性耐性ダウンは効きますので、これは必ず持っていきましょう。以上かな。はい。ということで、パーティー編成紹介します。こんな感じですね。あ、ごめん。これ、ルティア、ウェア着てたけど、これ全然いらないからね。普通のただのこっちのウェアでいい。忘れてた。何の違和感もなくやってたけど、これで大丈夫なんで、ごめん。どっちにしても別に大して変わりませんけど、これで、はい。で、メインアタッカーのクラウドさんは全部配布武器で統一してます。メイン武器、ルーンブレイド。あと、芝ブレイド。そしてサブ武器がアメジストカラー、そして配布のヘルハウスロッド、そしてアシュラということで、全て配布で、ステータス HP9323 の魔法が3639、魔法が166ですね。で、ライズアビー魔法がレベル7、霊属勢力アップレベル5。これ惜しいよね、霊属勢力アップ。これ配布武器だから鍛える方いないかなと思うけど、例えばルーンブレイドをレベル90にす
するだけでも霊属性威力アップのライズアビが上がるので、この分でここがレベル上がりますね。レベル6になりますね。でアビが、まあ、55から 70% になります。まあやる方いないと思うけど、一応もうちょい火力上げようと思えば全然上がりますね。であと HP アップレベル2と魔防レベル2、何気にこれ炎耐性レベル3発動してるんで、一応全体攻撃のダメージも若干抑えられる。まあ別にいらないけどね。はい、であとヒーラーのマットですね。 HP が9300の、魔防203、治癒力2808で、メイン武器が全体回復、これもとつってるのはもうごめんなさいとしか言いようがないんで、はい、あと魔防ダウンのスティングレイです。あとサブ武器が全部配布のパンプキン砲、チョコボステッキ、それからジャンボフォークですね。はい、ライズアビが魔防アップレベル4、注力レベル7、 HP アップレベル2ですね。はい、でマテリア、ケアルラとブラインエスなど三角ルインラですね。あとはルティア、HP9202、仏鋼4097、魔防191。で、ボルドイーグルで霊耐性ダウンしてください。で、サブはもう何でもいいです。これ、ただ、数合わせで入れてるだけのビビの魔眼ですね。はい。で、あと、配布のベストウィッシュズ、配布の猫メガホン、配布のサウザンドウェイブって感じになってます。でライズアビは一応攻撃アップレベル3、仏鋼レベル7、霊属性力アップレベル5、魔防アップレベル3、まあ、あと、そんなもんか。はい、以上。ということで、一応使う順番、シューティングチェアがあるんで、これで味方のね、火力上げられるから、芝を最後に使うようにしてください。で、あと、注意してほしいのは、芝の火力結構頼りに頼ってるので、魔防ダウンと霊耐性ダウンが入ってる時に使ってください。じゃないと最大火力出ませんので。以上。ということでやっていきましょう。集中していく。
1.414213。 残念だったな。Okay.